2014年にロシアによって一方的に併合されたクリミアで2022年8月9日、半島の西岸のボフェドロフカにあるロシア海軍の先航空隊基地において、ミグ25など多数の航空機が破壊された爆発について、ミサイル攻撃によるものであったとしてウクライナ軍が公式に発表したよ。やはりウクライナによる攻撃だったみたいだな。いろんな説が囁かれていたみたいだけど、ウクライナによる攻撃が一番有力な説だったもんね。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍がクリミアでの飛行場攻撃はミサイルによるものと発表したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。9月7日、ウクライナ軍が軍事作戦を遂行するための見通し、2023年ウクライナの見解と称する声明を、ザルジニー総司令官とザブロツキー中将の連名で発表したよ。この声明は、ザルジニー総司令官がロシア軍との戦力差が現状のままでは、この戦争は長期化するとの見通しを示したものであるが、その際、先海軍航空隊基地での爆発がウクライナ軍によるロケット砲攻撃であったと言及したんだって。ロケット砲攻撃ってどんなの？この先海軍航空隊基地は8月9日当時のウクライナ支配地域からは 200km 以上離れていて、これまでにアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟諸国から供与されている M31 などの長射程ロケット砲弾では射程が長くても 90km であるため届かず、また、ウクライナが侵略を受ける以前から保有していた旧ソ連製の短距離弾道ミサイルトーチカ U でも射程が 120km であり、ミサイルロケット砲とする報道もあるを用いたとされている攻撃が果たしてどの兵器で実行されたのか、様々な憶測を呼んでいるらしい。その中で、最も可能性が高いとされているのが、表向きはウクライナに供与されていないことになっているアメリカ陸軍の地対地ミサイル、MGM-140ATACMS アーミータクティカルミサイルシステムエイタクムスだぜ。このエイムタクスは、多連装ロケット砲システムマルチプルローンチロケットシステム MLRS の M270 シリーズ、M270、M270IPDS、M270AH などや、M270 の軽量版とも言える M142 高機動ロケット砲システムハイマースなどの、GPS 誘導弾に対応した GMAS 誘導型多連装ロケット発射システムグービドマルチプルローンチロケットシステムから発射可能で、227mm ロケット弾6連装ランチャンに1発だけ装填されるミサイルで、発射後マッハ3で飛翔して、GPS 補正管制誘導で 300km 先の目標に正確に命中するんだよ。ミサイルにもいろんなシステムがあってすごいね。そして GPS 補正管制誘導までもついてて正確に命中することができるんだね。エイムタクスの最新ブロックでは、弾頭に無動力滑空型誘導式小爆弾 BAT が6発搭載されていて、目標上空で弾からだから切り離されて主翼を展開し、滑空しながら音響センサーと赤外線センサーで目標を捜索して攻撃するとされていて、先航空隊基地の被害状況の画像を見る限りで攻撃を受けた箇所の地面に、大きなクレーターが見当たらないことからも使用された可能性が高いと指摘されていたんだよ。さらに単弾頭のエイムタクスである M57 の弾頭に近接信管を取り入れ、空中で炸裂させて広範囲に制圧効果を生じさせる新しいミサイル、M57E1 エイムタクスモディフィケーション MOD もあり、それらが使用されたとすれば、先航空隊基地の被害状況と合致するな。しかし、アメリカ側からはロシア側を必要以上に刺激することになるとして、エイムタクスをウクライナに供与したとの発表はなく、ウクライナ軍が使用したのかどうかについての真相は闇の中であるが、この発言に対するロシア側からの反応が見られないところから、アメリカが密かにエイムタクスを供与していた可能性は低いと見られているな。じゃあ他にウクライナ軍が 200km 離れた目標を攻撃できる手立てってあるの？その可能性の一つとして、ウクライナがロシアに侵略される以前から開発を進めていた、国産の短距離戦術弾道ミサイルフリム2があったんだって。フリム2はウクライナ国内ではサクサンという名称で呼ばれていて、射程距離は 500km とされ、輸出仕様のものもあり、そちらの射程距離は 280km とされているので、先海軍航空隊基地に届くみたいだな。ウクライナは、旧ソ連時代から弾道ミサイルなどのミサイル開発技術が備わっており、北朝鮮の弾道ミサイル開発に大きく関わっていたとも噂されるほどであったらしいな。しかし、2019年に開発予算が凍結されるなどして開発が遅延していたため、ロシア軍の侵略開始までに発射試験すら間に合わず、仮に完成していたとしてもいきなり実戦で使用するとは考えにくいとされ、同様に開発が進められていたとされている射程距離 300km とされる巡航ミサイル、コールシオン2が開発に成功したとする説も信憑性は低いと見られているみたい。
ウクライナが運用している 200km 以上の長射程を持つミサイルといえば、黒海上でロシア海軍黒海艦隊機関のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを沈めたことで一躍有名になった。対艦巡航ミサイル R360 ネプチューン、ウクライナ語ではネププーンがあるな。ネプチューンはウクライナが、旧ソ連製の空対艦ミサイルクフ35を改良して射程を伸ばして 300km とし、電子機器を更新して、地上発射型としたミサイルなんだよ。ただし、ネプチューンの終末誘導はアクティブレーダーを使用したものであり、画像カメラなどによって自律的に飛翔するものではなく、トマホークやカリブルのような対地用の巡航ミサイルが持つ地形等光線照合システム、衛星で撮影した地形画像と照合するは持っておらず、等光線に沿って地面ギリギリを這うように飛行する地形追証飛行はできないため、陸上の敵基地への攻撃には適さないとされているらしいぜ。また、ウクライナ空軍機による空爆説も出ているが、ロシア軍の航空優勢下にあるクリミア半島で有人戦闘機による空爆は考えにくいみたいだよ。だが、無人機による空爆であれば可能性はゼロではなく、アメリカがウクライナに対して、空対地ミサイルヘルファイアを搭載可能なドローン MQ-1C グレイイーグル4機を売却することを計画している6月に報道されていて、その後の続報はないものの、もし売却が済んでいた場合には長時間飛行が可能で、ヘルファイアを最大で8発搭載可能なこのドローンを、先海軍航空対基地攻撃に用いたとする見方もあるぜ。また、アメリカがウクライナに供与している自爆型ドローンのフェニックスゴーストであれば、事前にプログラミングをしておくことで GPS 誘導により地上の固定目標を攻撃可能であり、小型の巡航ミサイルとして使われた可能性もまた否定できないんだって。ウクライナ軍において、これら軍用ドローンの運用情報については最近ではハイマースの影に隠れている感があるが、7月頃にウクライナに供与されているとしたら、そろそろ操作訓練を終えて実戦配備されていることは十分考えられ、これまで挙げた例の中では最も信憑性が高いかもしれないな。ウクライナ軍の攻撃方法がなんであれ、ロシア軍としては安全な後方地域と考えていたクリミア半島において、ウクライナ軍から戦闘機や攻撃機を一気に8機も失う攻撃を受けたことは衝撃的であり、クリミア半島に展開していた戦闘機などをさらに後方の基地に移動させたことからも、その驚きの度合いが大きいことが伺われるみたいだよ。そして、クリミア半島においてこのような拠点攻撃を繰り返し、あるいはゼレンスキー大統領のビデオ演説でクリミア半島やそこに接続するヘルソン州の奪還を示唆して、ロシア側の意識を南部に集中させていたウクライナ軍が、ここ数日東部ドンバス地方のドネツク州やその北のハルキウ州で電撃的反攻に転じたことが伝えられているぜ。ゼレンスキー大統領は、これまでじわじわと押され続けていた東部のドネツク州で、占領されていた集落の解放しスラビャンスク方面で大きく前進したと告げたほか、東北部のハルキウ州においてバラクレヤからさらに東の、ロシアとの国境に近いクピャンスク近郊まで前進したとの報道があり、西側の軍事専門家の中には南部ヘルソン州やクリミア半島での軍事作戦が実は陽動作戦で、東部戦線が最初からの狙いであった可能性があるとする見方もあるんだって。いずれにしても、ここに来て戦闘における主導権は完全にウクライナ軍に渡ったと見られていて、ウクライナ軍が冬の訪れまでにロシア軍を国外に押し戻せるかどうかが、世界の焦点となっているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。